どうも、まひろです。今日はですね、借金持ち、節約貧乏銀男である私の2022年1月の家計簿を公開させていただきます。今回の動画の流れに関しては、まず一つ目がアルバイトの給料と YouTube の収益の公開、そして二つ目が2022年1月の支出額の公開、そして最後三つ目が2022年1月の大きな買い物の振り返り、この三部構成でお話しさせていただきます。まずはですね、アルバイトの給料の公開と YouTube の収益発表なんですけども、まずね、金額から発表しますと、アルバイトのお給料が17万4155円でした。恥ずかしながら今のアルバイト先では最高月収ですね。っていうか、もうアルバイト自体で最高月収なのかもしれないですね。掛け持ちとかで合計20万とかはあったんですけど、一つのバイトに特化して17万っていうのは、恥ずかしながら26歳で初めてでした。社会人とかね、上のフリーターさんとか一生懸命頑張ってる方と比べたら、すごいね、怠けてきた生活をしてきてるなと私は実感しております。この17万円に関してなんですけども、私は飲食店担々麺屋でアルバイトをしておりまして、出勤日数が19日間で時給が1100円、1月だと年末年始が挟まっていて、年末年始は忙しい傾向に見られるので、時給がその間だけプラス50円となりました。それもいろいろあってか17万4155円という数字でいただけたわけなんですね。続いて YouTube の収益の発表でございます。私はですね、この YouTube で広告をつけさせていただいているので、皆様が視聴していただいていることでありがたいことにお金をいただいております。その金額がですね、今月が21,437円でした。右肩上がりですね。確か初めて YouTube の収益をいただいた時が半年前なんですけども、それがね、8000円くらいだったんですよね、確かね。それで徐々にこれなので、ありがたいなっていう感じですね。それでアルバイトの給料と YouTube の収益を合算させたら195,592円でした。もう少しで20万いきそう。26歳っていう年齢を考えたら、この給料はよろしくないですね。では続いてはですね、2022年1月の支出額の公開をさせてください。2021年の12月26日から2022年の1月25日までの期間で計算させていただいております。その理由に関しては、給料日が25日だからね、支払い云々とかのことを考えたら、その計算の方が明確な金額を導き出しやすいので、このようなやり方でやっております。そしてですね、私の支出額の計算に関しては、毎月必ず払わないといけない固定費と、毎月金額が変動する変動費、この2種類に分けております。まず固定費の発表です。固定費がですね、家賃が63,500円、光熱費、電気代が3,575円、ガス代が4,633円、携帯代が13,528円、プロミス算が11,000円となっております。合計で93,086円でございます。一つずつ振り返らせていただきます。家賃の63,500円なんですけども、家賃に関してはね、以前の Vlog 動画でもお話ししたんですけども、家賃をね、引き落としすることができなかったんですね。普段引き落としなので、引き落とし日に63,550円絶対入ってないといけないんですけど、なぜか先月は口座に61,000円くらいしか入ってなくて、もうわずか100円200円の差で引き落とすことができなくて、最終的にこっちから振り込まないといけない。ほんで立て替え手数料っていうのと、振り込む際の手数料もかかっちゃうので、それで合計で1000円近く損しちゃったんですね。今回は大丈夫でした。皆様ご安心ください。続いて光熱費、電気代3575円でございました。先月はね、4600円くらいの電気だったので、それで結構下がったなっていう印象ですね。毎度ね、私の YouTube チャンネルではお話ししてるんですけども、私はですね、自宅でウサギのミータンっていうペットを飼っていて、ウサギっていうのは寒暖の差に結構弱いので、なので自宅のね、エアコンは常につけているようにしているんですけども、それで3500円ですよ。めちゃめちゃ安くないですか。それの理由は、エアコンがめちゃめちゃ新しいからなんですよ。2017年製かな。やっぱ新しいエアコンを使うと、エアコンはお金がかかるっていう固定概念はもう忘れて大丈夫です。今新しいエアコンはめちゃめちゃ安いんで、そして、ね、つけたり消したりせずに永遠エアコンをつけ続けると、本当に電気代は安くなりますね。エアコンくんにちょっと負担がかかっちゃうので、僕は年に5回くらいはエアコンのフィルターを掃除をしています。それでも少ないかもしれないですけどね。続いてガス代が4633円でした。これもね、安いかなって僕は思うんですよね。先月のガス代と比べたらプラス400円くらいになっているんですけども、まあ、ただ今回雪降ったんですよ。なのでめちゃめちゃ寒いから、お風呂にね、何回も使ったんですよ。湯船に使って
ってお茶碗洗う時もめちゃめちゃお湯でやったし、それを踏まえた上で400円しかプラスになってないっていうのは多分もう自炊であんまガス使わなかったっていう感じですかね。それが一番でかいかなっていう感じです。だから自分褒めていいんじゃねっていうレベルですね。続いて携帯代が 13,528 円。携帯代めちゃめちゃ高いじゃないですか。携帯会社にね問い合わせようとしたんですよ。全然繋がらない、いろんな問い合わせがいっぱい来てるので、もうちょっと待ってください、もうちょっと待ってくださいみたいなアナウンスが流れて、これクレームのつもりではないんですけど、携帯会社さんが忙しすぎて問い合わせは諦めちゃったんですけども、ただね自分なりに分析した結果、私ってこの YouTube の編集だったり撮影だったりとかも全部 iPhone で完結させてるんですよ。それで iPhone にちょくちょく課金してるんですよね。動画の容量を収める分で拡張させたりだったりとか、編集においての課金をしているので、だからそう考えたら 13,000円って仕方ないのかなっていう感じですね。それに携帯代以上に皆様がこの動画を視聴していただいているおかげで YouTube の収益を得ているので、そう考えたらねむしろプラスになってんじゃねって思ったんで、携帯代に関してはいいかなっていう感じですね。これでもしめちゃめちゃ貧困生活が始まってしまったらまた問い合わせ頑張りますけど、続いてプロミスさんが 11,000円でございますね。私は借金をですね金融会社さんに30万円、前のバイト先の先輩から10万円しておりまして、合計40万円あります。毎月11,000円を最低ラインで支払わないといけないんですけど、利子とか全然見てなかったんですけど、今回ちゃんと利子を見たら利子って4500円も取られるんですね。めちゃめちゃ高いなって思って、全然借金が減らねえなって思ったんですよ。マジでそんな引かれんのって思っちゃいました。だからといって文句は言わない、もう普通に返済するけど、ただいつ完済するかがすげえ謎。そんな感じで固定費の発表を終了しましたので、続いては変動費の発表をしていきます。で変動費の合計は 48,000円でございました。こちらもですね一つずつ発表させていただきます。まず食費が 17,54円、雑費が 4,319円、医療費が 4,080円、ミータン代が 4,496円、スイカが 7,000円、娯楽費用が 19,99円、美容代が0円となっております。一つずつ振り返らせてください。まず食費が 17,54円、完全に高かったですね。食費に関してはもう基本的に業務スーパーさんで買い揃えてはいるんですけども、たまにね高いスーパーだったりとかも行ったりしますね。それはもう業務スーパーさんっていうのが結構店閉まる時間が朝夜8時って早いので、だからね高いスーパーに行ったりとかもしましたし、あと何より Vlog 動画でも更新したんですけども、お正月にね僕結構贅沢しちゃったんですよね。ステーキとかも食べたりして、そんなんで結構うわーっていろいろ買い物しちゃったので結構高いかなって感じですね。続いて雑費が4,319円です。雑費に関してはもう100均にめちゃめちゃ行きましたね。100均で何を買ったかって言ったら、基本的に調理器具とか買いましたね。お玉だったりとかお皿だったりとか、いろいろダメダメになっちゃって割れちゃったりとかもしたので、それで買い揃えましたね。絆創膏もいろいろ買いました。備品とかも結構多かったですね、100均だと便利なので。続いて医療費が4,080円でございます。これもですね以前の動画でお話しした通り、私は勃起不全になっちゃったので、それで全然勝たないよっていう状況になって、ちょっとこれやばいなってなって、 YouTube 広告でよく見かけません？男性の苦しみで悩んでいる人必見みたいな広告見たことありません？でその広告に載っているような店に行ってきたんですよ。ここだけの話ね、そういうのって怪しいなって皆さん思うじゃないですか。実際に行ったらめちゃめちゃ優しい、めちゃめちゃ親身になって診察してくれて、それで私はそこの病院でバイアグラっていう勃起治療薬っていうか勃起を一時的に持続させる治療薬を買って、それが4080円しましたね。これもねまたすごいのが治療費一切かからないんですよ。バイアグラっていうのが1錠につき確か300円か400円くらいする結構高い薬なんですけど、それをですね何個か買ってって感じなんです。女性向けのお店があるかどうかは知らないですけど、男性に関しては言えないような悩み、勃起不全だったりとか薄毛だったりとかなかなか言えないじゃないですか。全然本当に広告に載ってる病院で解決するのはマジでいいと思います。これ心から推奨しますね。続いてミータン代が4,496円、私の買っている可愛いウサギのミータンですね。毎月のミータンの費用が私にとって1万円台だって思ってたんですけど、先月も5,000円台、今月4,000円台ってめちゃめちゃ安いんですよね。だからといって私別に育児放棄してるわけじゃないんですよ。ちゃんとご飯も与えているし、トイレの砂も変えているし、牧草チモシーもね変えているし、そういう最低限のものは絶対買っているし、ほんでプラスアルファお菓子も買っているんですけど、なんでこんなに安いの？本当に謎なんです。2月こそはめちゃめちゃ高くつくと思います。動物病院にも連れていくし、これで2月も安かったらおかしい。本当
当にちゃんと愛情を込めて育てている、それだけは理解してください、お願いします。続いてはスイカの7000円でございます。このスイカに関しては、私が本業でお笑い芸人をしていますので、お笑い芸人をする際に東京に行かないといけないんですよ。私は郊外に住んでいるので、往復の費用で結構1回でかかっちゃうので、それで7000円っていう感じでしたね。それだけです。娯楽費用11,199円でございます。娯楽って言ったらね、皆様のイメージではゲームセンター行った、カラオケ行ったとか、なんかそういうイメージを持たれると思うんですけど、私はそういう遊びを一切しなくって、実際に、ね、私もありがたいことに愛してくれる愛してる彼女がいるんですけど、その彼女も別にカラオケだったりとか娯楽をあんま好まないタイプで行かないんですよ。デート費用だったとしても特別なところ行かない、スタドンぐらい行ったのって。なので実質皆様がイメージされているような娯楽費用はかかってないと思います。じゃあなんでこんなにかかってんのかっていうと、買い物ですね。あとコンビニとかでパンとか買いましたとか、それは食品に移さずに娯楽の方に移してるんですよ。計算がめんどくさくなっちゃうんで、それを踏まえた上で11,199円ってことは、結構バイト終わりでパンとかめっちゃ買いました。それであとは後ほど公開させていただくんですけども、結構大きな買い物もしちゃったので、それも娯楽費用に含まれてますね。続いて美容代は0円ですね。美容代っていうのは私ね、どう見ても金髪なんで、その金髪の維持費だったりとか化粧水だったりとかのお金なんですけども、今回は一切使いませんでした。ただこの動画を撮影している現在、コンディショナーもありません、トリートメントも残りわずか、化粧水少ない、乳液に関しては0、こういう状態なので来月バカ高いですよ。今月支出額が133,934円だったわけなんですけども、これとはまた別途で芸人に費やす費用、経費がですね25,850円しました。でこれに関してはライブに出る費用だったりとか、私はこれとはまた別で芸人用の YouTube チャンネルをやっているので、それの制作費用、それを含めて25,000円って感じでしたね。宣伝にはなっちゃうんですけど、芸人の YouTube チャンネル概要欄に貼っとくので、これとは全く違うので、興味がない人はもうマジで興味ないと思います。なのでほんの少しでも興味持ってくれたら見てください。あとは Twitter とかもフォローしていただけたら幸いです。そんな感じで2022年1月の支出額の公開を終了させていただきます。最後はですね、2022年1月の大きな買い物、これがですね3つありますのでお教えさせてください。まず1つ目はですね、加湿器でございますね。この加湿器の購入動画に関しても Vlog 動画載せさせていただきましたね。めちゃめちゃ安かった、確か2000円くらいの、こんくらいのちっちゃいサイズなんですけど。続いては iPhone の予備充電器ですね。先ほどもお伝えしたんですけども、私は YouTube の編集、 YouTube の撮影を全部携帯で完結させているので、だからね充電の減りもね結構早いんですよね。まあそれが3000円くらいしました。もう今月一番高かった買い物はバイアグラですね。買い物って言っていいのか分かんないんですけど、バイアグラを今飲んでいるんですけども、バイアグラを飲み終えて金銭面に余裕が出たら、一時的な勃起改善薬とかではなくて、今後持続して治せるような勃起治療薬を買おうかなと思っております。そんな感じで2022年1月の家計簿を公開させていただきました。コロナでね、コロナ感染者めちゃめちゃ増えてるじゃないですか。で実際に私も2020年の7月にコロナウイルスに感染して、その時は本当にアルバイトもできないし収入もなかったんで、なので今のうちにお金を貯めとこうっていう風に専念して頑張ろうかなと思います。今はアルバイトを一生懸命頑張りたいと思います。いつ感染してもいつでも生活ができるように頑張りたいと思います。応援お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。私の YouTubeチャンネルでは、借金持ち節約貧乏人男である私の Vlog 動画、節約術、いろんな動画を更新していくので、今後を見てくれるよという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram、SNS やってるので、概要欄からチェックして覗いてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。